隠れよお前ら。オタクたち諸君、我が輩超優秀なので、すべての人間は我が輩に神戸を垂れ敬うことしかできぬ。貴様らの住むエデンの星を手に入れるため、まずは信者を集めるべく、めっちゃ優秀な部下を連れて潜入しにやってきたぞ。そして我が輩はこのまま世界最強となり、エデンの星を手にするのだ。ってことは我が輩はすごいということだ。わかったか。我が輩の名前は山、あ、プロペプロペ。おい山田って言うな。うるさい。貴様ら山田山田言ってくるけど、山田って言ってんのお前らだから、お前らが山田なんだよ。言い忘れていたが、貴様らに我が輩から初めての命令をしなきゃいけない時が来た。我が輩総帥だからめちゃくちゃ偉いので、貴様らには目上の人への挨拶を覚えてもらわなきゃいけないわけだ。よく聞いておけよ。我が輩が貴様ら、あ、プロペプロペ。我が輩が貴様らに刮目せよと言ったら、貴様らはイエスマイダークと言え。わかったな。うん。貴様ら刮目せよ。おい